お疲れ様スラットです。今日はこちらメガドラフトで重量級縛りやっていきます。さあ昔ね 1,2 年ぐらい前ですかね、メガドラフトでの、まあ、縛り企画をやって、それが結構人気だったのでちょっと今回もやっていこうかなと思います。で今日はね重量級縛りでいきます。はい、メガドラフトなんかいっぱいカード選べるんですけど、そのね、もう一番コストが重い順に、絶対取っていくっていうルールで、はい、やっていきたいと思います。また高回転縛りもね、はい、やりたいです。で、なので重量級縛りなので、はい、ゴーレムですかね。はい、みたいな感じです。で、次は、まあ、7コスかな。30しねえよな。これ、たまに見落とすんで、許してください。もし気づかない。で、7コスなんで、まあ、親衛隊か、はい。まあ、でも、これでも勝てればね、正直デッキなんてじゃあ何でもいいじゃんってなっちゃうんでね、はい。勝てれればな話。次、6コスか。これ、ロイジャイか？うわー、なんかもっとさ、エリババ欲しかったな。いや、待って、ババコやるわ。これ、ババコにするわ。いや、でもこれ、相手がロイジャイ取ってくんなかったら、次、どうせロイジャイ取ることになるわ。意味ねえな。やばい、ロイジャイいらない。早く5コスゾーン欲しい。エリババマジ欲しかったな。守れるかな。いやロイね、ロイ取ってから次5コスね。俺スケラはいらない。アーチャークイーンか、さすがに。相手なんか余裕ぶっこいてるよな。かますぞおい。よし、次は5コス。いいね、取ってくれた、美味しい。今スケラだ、最悪だ。スケラか、うわーまずい。4コス結構重要だなこれ。フェニックスかドリルか、ドリルか。いやードリルにしよう、守れるしな。え、4コスがあとフェニックスとポイズン、フリーズもあるよ。うわー、これポイズンとフリーズどっちがいいだろう、悩む。いや冷静にフリーズか。冷静にフリーズな気がした。なんかポイズンあったところでそんな打てねえしな。重いしね、デッキが。さあというわけでバケモンみたいなデッキが完成しましたが、まあなんか真面目に今強いのとかを軽く紹介しとくと、もう個人的にナンバーワンモンクですね。はい、モンクは絶対取っとけ。あとプリンスも強いね。プリンスも強いんですけど、そのプリンスに強い結構スケルトン部隊とか盾の戦士とかもよくタクにあるんで、まあその辺がなければプリンスもねだいぶおすすめかなっていう。まあ個人的にはもうモンクなんか盾の戦士、まあ、柳雨とかウッドとか、なんかその辺取っとくと本当に安定して勝てるイメージあります。あっちゃけに残ったら強いぞ。新エタも入ってる。カラロン、クロークもう一回使えるわ。でかい。勝てそうじゃね？相手のものすげえチンパン来たことによって。ハンター、しばいて、あっちゃけにも残る。え？問題はこの程度やばい。この程度やばいな。なんかマジでグロいわ。どうしよう。いや、マジで。ふざけてねえっす、これ。手玉しで。防衛しなきゃいけないんで、俺次。そうなんですよ。ふざけてないんですよ。至って真剣で。真剣にするとこうなりました。はい、フリーズで手玉しね。オッケーオッケー。ムートとかも強いね。なんか文句で全てを跳ね返して、戦えるんで。あとは呪文とそれ以外。マジ文句ゲーだと勝手に思ってる。メガドラフトはね。あと強いのなんだろうな。まあ、ファイブポイズン系の呪文ワンパイですよね。なんだろうな。まあ、テスラ、ボムタワー、施設も強いね。いや、これどうする、打っちゃうか。打ってから考えるか。で、いやチェキ出しといてもよかったが、え、待ってスケラ強すぎる。いやドリル防衛もあるよね。デリババ新衛隊もあるんだね。
めにして、ふふふ、ガーイモの構え。キョッキョッキョ、熱いな。フリーズっていいよ。スケラ防衛もある、一応。ふざけてないよこれ。真剣なんだよな、守るために。いや、さすがに勝ったっしょ。この鉄壁よ、ババコヤもあってさ、ドリル防衛もあって、フリーズもあるよ、スケラ防衛もオッケー。さあ、いいんじゃないですか。どうなんだろうな、今回のデッキが良かったのか悪かったのかは正直良かった方だと思う。なんか前にもやったんすけど、こんなね4コスとか取れなかった気がするわ。普通にロケットライトニングの三重視みたいなパターンもあるわけですよ。重いのから取るんで。え、おいしい、おいしい、重いのがない、強すぎしかない。6コス、あー、ババカヤもあるわ、だる。いやでも6コス6コスからの5コスの世界に入れそうなんで、え、だいぶいいよこれ。ラバもゴレもロケットもライトニングもないんで、え、当たりすぎる、大当たり、大当たり。で、強制ババコヤかな、いらねえのに。次の5コス重要だね。ライドラも強い。え、ライドラ欲しい。ライドラ取って、え、アチャクイも強い。モンクも強い。うわ、待って、でも、モンクがね、テスラとインドにちょっと弱いんだよな。いや、ムートも強い。え、やっぱ当たりすぎるこれ。アウトラ取っとこう。言ってるやつと全然違う。いや、5コスはね、結構強いんだよな、このチャレンジ。まあ、チェックに取られたか。まあ、ムートとラムと先に取って取らせない。いや、ロイホグでもいいな、正直。相手範囲系少ないんで。いや、ラムでもいいな。防衛、ラム防衛できるんでね。ゴブリンの小屋も取れそうだけど、いらねえか。残りモンクとジャイか、ロイホグかゴブ小屋か。いや、ゴブ小屋ゴブ小屋どうだろうな。いや、モンクは核なんですよ。いや、ロイホグ、いや、守るの大事な気がするわ。正直、モンクラムで確実にダメージはね、稼げます。いや、正直これは、だいぶいいピックな方だと思います。こんな5コス4コス選べたっけ。最悪を考えたときに、三重四、ゴーレム、ラバハウンド、ね、ロケットライトニング、ババコヤみたいな、ありえねえデッキも生まれるんでね。よし、行ってこい。あ、着衣、まあ、あれは文句の話あるんでね。まあ、キョスケもあるし、ババコヤだっていいか。いや、なんかユニットの方がいい気がしたな。いや、これ耐えれる。モンクで。突っ張り。モンクの位置がちょっと甘かったな。いや、でも、いいカウンターにならねえか？ラム追加とかも言ってもいいが、コスト俺ないんでね、そんな。いや、これマジ行きたすぎる。普通に。テスラ今壊れてんすよ。行きたすぎるなぁ。一回もしゃがまないタイプの文句でいきます。さあ、小屋置いて。ポイズンかぁ。まあ、ライドラとアウトラが今強いね。重いんでね。まあ、じっくり行きましょうか。アウトローセパとか便利すぎる。アウトローも普通に強いわ。幅広いカード強いよね。フェニックスも強い。だから、俺的トップ3ぐらいは、まあ、モンク、フェニックス、縦の戦士とかかな。まあ、ゴブリンでもいいんですけど。なんか、ある程度軽く持たせて、腐ることがないカードたちがやっぱ強いよね。いやー、これラム行きてー。行くか。行ってよさそう。反射丸。残れ。いいよ。しかもラムすぐ走るんだよね。ラムライダーも強いぞ。で、ライダーの関連で飛びそう。正直。でかい。いけ。おい、もう一発。いいね。強すぎんな。
まあババコヤは置いてもいいが、ジャイの防衛用に前にしようか。うざそうこれ。普通にコアデッキ完成してるもんな。いやな、ポイズン咲いたらアウトロー無双なんですよね、ライドラとね。いや着衣に文句当てて、いや感電マジ強えな。いやこれ文句見したい。え待って、小屋で相手のターン落ちてるやん。ニコンやりゴムが行ってこい、一発66かんのか。うん、あるんや。えちょっと強いな。一発66もあるんや。いやいいね、意外と戦えてはいるが、多分ね運がいい今んとこね。ここまで綺麗なデッキ、綺麗でもねんですけど、使いやすめの方のデッキがね組めない。普通はもっと手札がぐちゃぐちゃになるが、来たーゴーレム。え待って、ババコヤ取ってくれた。えでも待って、俺これに対してゴーレム取る、やばい、アホすぎる。ちょっと待って、ババコヤ取ってくれたのに弱すぎる。ババコヤなんで自分から弱いやつ取ってんの。うわロケットや、うわ渋、肋骨他かねえよな。うわはい、まあね、まあまあまあこれぐらいは許すか。いやいやいや、ゴレに対して強いってババコヤインフェは。やばゴレ嫌いすぎるな。ちょっとボーラー欲しい。いやアウトローも最強だけど、いやババとかを取っといてもいいな。いやプリンスだな。で圧着衣がね、すべてのなんだろう、運命を変えれますこいつは。でボーラーも取りたい正直。いやバルーンも取りてえけど、ボイドか。いやババ取ってボイド対策して、やばい相手のデッキ俺にぶっ刺さってる。うわぁ、やばい。俺、ソラカード、ネクロか。ネクロちょっといいか。ネクロちょっといいな。あ、違う、ロケもあるからバルーン防衛もできる。次、ゴコス。ババボーラー、ジャイスキラか。4枚のうちの2枚か。まあ、ババか？相手さ、やべ、ボーラー取られるか、これ。やめて。オッケー。いやスケラー刺さりそうだけどな。えスケラー止まんなくね。おい、5コスばっかだな。消えたカードとかないよな。最近でないよな。ボイドいたんで、まあ、一旦高めに出して、こんにちは。打たないでくださいボイド。届くんかな。届かないんだ。ババコヤね、なんか自分から進んでババコヤ取るやつおったんやな、あんま見ねえよな。で穴あめボイドね。でバルーン俺は気をつけたいな。これバルーンキストやばすぎる、重すぎる。助けて。救われた。ランバー出したぞ。スケル打っちゃおうかな。これ単品プリンスも熱いよ。相手なんかさきつかったイメージあるんだよな。いやだ、マイティ潜ってこれるか。いや、ガールがいい。で、ロケあるんで、バルーンも抑えれるよと。いや、マジプリンス強いんだよな。え。ネクロ。早すぎて。すり抜けてった。もう家しかも走るの。相手も。表デッキしてんな。縛りプレイしてるだろこれ。いやマジプリンスがアホすぎるか。圧着衣消えてからのアウトローでもグッドゲームや。まあドラフトはね幅広く戦えるように取るのが強いかんな。よしよしよし、毎回でもある程度似てはくるよな。強いやつは強い、強いカードが強いね。まあ、1施設20問主軸1枚、まあ、みたいなのがやっぱ安定はするよね。わあゴーレムか。エレジャイメガナイトいいんだけど。
あ、スパーキー、あ、ペッカもおるやん。ペッカ強い説ない。縦線があるわ突破できんのかな。うわー、そりゃそうか。やべえ、メガナイトエリジェイ取んのこれ。嘘って言って、やばい、俺が言ってたやつもこういうこと。これ勝てるかな。いや、ライトニング欲しかったな。まあでもインフェにロケット打てればいいか。次ロッコスでエリババロケットスパーキー3枚取りたくないな。やばい、やばい、なんかバカにされてるんだこれ。バカにされてんのかこれ。やばいよな。いや、そりゃそうだよな。やばい、スパーキーいらない、邪魔すぎる。残りの5コス何にしよう。アチャクイかバルーンかロイホング。お、え、スパーキー取ってくれた、ありがとくね。ってことで昇進しました。次5コスでいいわ。もう、え、熱い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 、それは。いやー、熱いのか。いや、あっちゃくいは書くね。うわー、1コス欲しい。あっちゃくい取ってから考えるか。あっちゃくい取って、 LSP とか欲しい。ファルチェ、バルーン、ロイホグね。ボーラーもあるか。いや、ボーラーはいらないな。ファルチェ、バルーンだな。ロイホグー、いや、ファルチかこれ。いやー、悩む。いやー、ファルチェ、ファルチェなんこれ。ロイホグにするわ。なんかもう攻めまくって俺のペースに相手を引きずり込むプラン。で、俺は2倍タイム入った方が絶対強いんで、1倍は気合で耐える。いや、トリトンあったのやばいな。トリトンインフェッション、いや、これね、俺のオシャンティーロイフグ輝くね。いや、こういうのができるからね、アチャクイって強いんだよな。自己要素高いしな。よしよし、いや、スキサイターでトリトンだけね、これ。シマエリババ俺やるわ。手札回さないといけないしな。デリ咲いててインフェトリトンだし、ちょっときつそう。うわー、強それ。やばい。あー、まあ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 いいか、正直。いや、手札終わってるやん。この手札はやばいか。で、このバルーン来たらもう知らない、来ないで、本当に来ないでほしい。やばいこれ。インフェに打ってもトリトンがある。ペッカか、いや、メガナイトかこれ。エレシャイか、何を足すべきだ。あれにロキ打つべきか。いや、打たないべきだな。メガナイト走ろうか。いけー、あとはもう祈るしかできない。いや、ジジンアンチェクイ回収か。いや、ハシマイアンチェクイ回収にしよう。全然飛ばんやん。やべ、いや、これやばい、相手のバルーンが。うわー、あっちゃくいのコストって帰ってこないのか。帰ってこないんだこれ。ありがとう、来てる。俺にはロケがある。やめて、始まい、始まい、やめて、何もしないで。あ、じゃあペッカお荷物すげんだろ。あれさ、アチャクイとロイホグとか、エレジャイか。気合の防衛か。じゃあ一旦耐えることだけ考えて。熱いなあっち行ったら。やばい、この後守れない
こうバルーンってさ、やべ、普通のタワーだと落ちるんかな。いや耐えるやつだ、そういえば耐えてた気がする、俺の記憶では。うわ耐えた、マジで耐えました。マジであるよ。いやねえな、ロケット撃つべきだったか。やばい、絶望ではある。いや絶望などない。やばい、やめて、撃たないで。やばー、おいしい、さすがに。いやマジで俺本当にこっから勝ちたいんだ。いや終わった、あやべ、味食い出しちゃったよ。マジでおい、邪魔すぎるだろ、べっこりだよ。うわうわ、勝てないこともなそうだけど、勝てなかった。もう一枚とか、ロケットかライトニングとかだったらな。インフェの突破とかには強かったよな。まあバルーンボーイも難しかったけど、いや今のマジ外れすぎんだろ。え、今回当たりじゃない、逆に。ロックスイカしかいねえやん、何この違い、全然違うやん。ゴーレムはペッカはどこにいんのよ。いやこれ絶対強いよ、なんか普通に選んでるみたいなもんだもんな、デッキ。絶対強いんだけどこれ。え、ボーラーと、え待って、あライトニングあった、見逃してた。ライトニングあった、まあええか、取んなよ、俺のだからな。ライトニングする俺のだぞ。よしよし。で、ババボーラー、ジャイロイホグか。ボーラー強そうだけど、ボーラー取ってくれてもいいな、相手に。これ、プリンスとかウッドローで、4コスに手届かせたい。ジャイマンとか、普通にジャイスパ？ふふ。ボーラーのジャイだな。え、強い。ロイグ取ってくんねえかな。そしたら4コスでポイズン取れる。よね。ロイグ取れ、ロイグ。ロイグ取ってくれ。取んねえか。ババもスパーキーも、ボーラー向いてロイグ取るバカはいねえか。おおー、すげえね。いや、ロイグか、これ。他にないよな、5コス。いやー、いらね。さあ、あなたの攻めは何でしょうか。あれで攻めカードなくね、これ。攻めカードなかったくね、俺が全部取っちゃったからか。そんな取ってねえか。よし、でエレキがいたんで、まあそこだけね。ケツセパババー、いや形組んだら強えぞ。ジャイスパープリンスボーラーとかできちゃうよ、ボーリー。まあ俺は対空が少ないんでね、相手のスケドラーが嫌になってくるね。まあ基本後ろからなんか垂れ流しとけばなんとかなりそう。これジャイ浮きしてスパーキーに対してエリック来るんで、多分入るときにそれをあれしたいね。俺はプリンスとかでいい感じにしたい。わあ、めっちゃいいムートやん。やなめ持ってたよな、まあ、行かなくてもいいか。わあ、まあ待ってもいいな、これはさすがに。いや、これからのプリンスね、走れんじゃね。やばい、この短距離走んのグロすぎんな、プリンス。いや止まんねえよ、勝つんよ。
やばやばすぎる。もうミニペーとか絶対いらないやん。上位互換すぎるだろ。ミニペッカの今のより走れんだプリンスやば。諦めてくんねえかなこれ。ちょっとあるよなこれ諦めた説。死んだふり作戦、あ死んだふり作戦か。コストなかったんか。いやなんかでもちょっと強そうな攻めの形はできてる。アウトロガール頑張れ、頑張って。もうちょっとオッケーオッケー。左がね後ろしないか。でもロイホグもライトニングもあるんで、うんまあ俺は仕方ない。ゆっくり行けようか。体育ないんでね。やば、どうしようアウトロ早くきつすぎる。マジでこんなにスケルトン部隊に苦労しなきゃいけないくらいのは嫌すぎるな。いやさすがに、いや右怖いか左側おんないけど。やばいスケバルこれ。あーまあでも一時交換なら許せる。怖っいやワンチャン耐えれる。いや無理かえボーイ防衛が全然守れない。いやあのスケドラ嫌だな。いやこれライトニングと、いやめっちゃいいライトだ。いやスパーキーもナイス。いいよまずは守るとこからね。相手の攻めカードはないんで、俺ロイホグで確実に削ることができれば勝てるんですよ。あのスケドラやばいんだよな。一生飛んでるあいつも。なんか俺のプリンスって頭悪いんだな誰がどう見ても頭悪いよな。やば、これで負けそうになるのやだなきついもう、もうきつい、限界ないよな。いや限界ではあるが勝てそう。マウトラ出すか。スケルトン部隊よくないね普通に。え咲いたの熱いのこれさいやスケルトン部隊マジ良くないんだよな。これ頑張って突破できないかな。いやなプリンスが無双してるわ。いやロイホグ結構あるよ。残り10秒ライトも打つよ。俺削って真ん中ベビードラスキブぐらいね負け筋。はい最強のフィジカルジャイアント。よし、いや呪文欲しい小物呪文欲しいよ。ウッドとかザップ絶対取れないかんな重量級縛りだとね。さあお次は、あいや控えめだな。ロケットか。あ7コスメガナイトいるわ。メガナイトエリポンいいね。やばい区役取られるわこれ。やばい何も考えてなかったロケットロイジャイババコやね。うわ全部俺が取らんといけねえ感じかこれ。1個ぐらい取ってくんねえかな。うわ渋いらなすぎる。いらなすぎるよ。なんだこれ。いや、そりゃそうよな。クエイクぶっ刺さりやん。ライドラ取れんのでもでかいか。いや、着衣。うわー、陸。ネクロを取らざるを得ない。いや、着衣か？あ、着衣絶対取っとこう。で、文句取られたらもう泣くわ。グッドゲーム。ネクラも欲しい、ライドラも欲しいです。
攻めカードが悩むな。アウトローも欲しい。うわやばいこれ。いやライドラはマスケと明確に弱いんで、アウトロースケラ、スケラかこれ。スケラ、いや縦の戦士無理だ。スケラ無理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 、スケラだけはダメだ。ネクロかジャイ、ボーラ、ボーラ、いやロイジャいるんで俺。ライドラかボーラーかネクロだ。うわー悩め、時間欲しい。ボーラか、いやネクロだったかこれ。ちょっと待って悩めない、時間が足んない。いや一つ大事なのは相手がクエイクを持っている、だからエリクサーポンプは絶対に置くな。ババコヤマ置いてもいいか陸受けで。いや最強アウトロネクロだったかな、ちょっと悩んだな、ポイやったんで。強すぎるって思う、すぐ走るやん、危ない。いやプリンスプリンス最強すぎる。俺は耐えるか、相手大した削りなかったよな俺の記憶では。1倍耐えて2倍タイムまで行きたい。2倍タイム行ければマジであるよ。1倍のプリンス事故だけ避けたい。マスケまで傷つけておいで。いやいいよちょっといいんだよなババコヤ、ちょっとだけな、マジで全然や、やばい。これマスケさ受けたら俺終わるかな。エディポンドキルなんてどうおいふざけんな、殴りすぎだろ俺なりさ今のロッコスだぞ。いやアウトロ最強すぎる。いやポイズンだからしのげる。よし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 、耐えろ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 、耐えたら俺のターン来るかんな。一旦耐えることだけ考えて。いやーこれ、いや出さないといけないか、アチャクイの滝が、てかマスキがね。いいよ、いやー全然いい全然いい全然、こんぐらいのダメージはね許せません。後半の俺のメガナイトロイジャー覚悟しとけよって話よね。えアチャクイクエイクあったよね。いやこれやばい、ボーラー早く解けて、こっち来てプリンス走って、自陣入ってこい。いやこれババコヤ出るよな一体。オッケー、いやこの流れだな絶対に、絶対にこの流れしかない。やばいまずすぎる。うわいいポイズンや、あれ許容できんのこれ、無理だよ。やばいプリンスのカツン入りそう。おんババコヤ弱っ、まずい、ババコヤ弱すぎるマジ許してください。ワンチャンねえかな、あのインフェ一回待つわこれ。いやいいよ、うわーいいポイズン打つな。クララはね耐えのゲームっていうのをね教えたい。でかいマジだ、俺諦めてない。これ左のが入るかもね、
飛べ。きたー。ロケ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 。やん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 、危ねえ俺。よく耐えた。いやボーラー磨かないとババコやあるんですから、別にホックが刺さるわけないんですよ。あぶねえ、限界すぎた。おいやこれ勝てたの幸せすぎんな。さあというわけで重量級絞りね、いや意外と勝てたな。いやでもこのペッカ、どれだ、ペッカゴーレム LJ メガネイトだけは許せないな。もうちょっとなんかね、運が良ければあったんじゃないかっていう悔しさもあるんですけど、はい、皆さんもね、ぜひ重量級縛りで遊んでみてください。また高回転縛りもね、あげるので楽しみにしてください。では、お疲れ様でした。またね。